虫の命、夢の旧作。炭焼きの勘太郎は妻も子もない独り者で、毎日毎日奥山で炭焼き窯の前に立って煙が立つのを眺めては寂しいなぁと思っておりました。正月を迎え、勘太郎は不思議な初夢を見ました。それは小さい小さい虫一つ、たかが哀れと思おうかという節で終わる、とても悲しい小さな歌声が聞こえる夢でした。夢が気になった勘太郎は炭焼き用のカシの木を調べました。木には虫がいるはずだからです。一本だけ虫穴の開いた木を見つけた勘太郎はそれを山の中へ運び置いていきました。これで虫穴にいる虫の命は釜で焼かれることなく助かります。ところがその帰り道、勘太郎は山の中で道に迷ってしまいました。どうしても家に帰りつけなかった勘太郎は何日も山中で過ごして春を迎えたところで行き倒れました。小さな虫を救っても救った命はただ一つ、象の命を助けても助けた命はただ一つ、虫でも象でも救われた、そのありがたさは変わらない、虫の命を助くるは神の心を持った人、みんな使えよ神様に、お礼申せよ神様に。不思議な歌声で目を覚ました勘太郎は自分が見事な寝台に寝ていることに気づきました。周りには美しい天女が大勢います。驚いて羽を切ると自分はいつの間にか髪もひげも白くなり、神様のような白い着物を着ています。勘太郎は神様の気持ちになってそこに住むようになりました。ある日、勘太郎が住処を出ると、その住処はかつて自分が山中に置き捨てた虫穴の開いた木でした。そのまま勘太郎が昔の自分の家を見に行くと、なんと昔の勘太郎そっくりの男がいます。その男は神様の勘太郎の姿を見てこう言いました。ああ、蝶がたくさん飛んできたなあ。今年も正月、あの夢を本当にして、あのカシの木の虫を助けておりゃ、今頃はあんな蝶になって飛び回っているかもしれない。その代わり、俺の方は日干しになって死んでいるだろう。その言葉を聞いて、神様の勘太郎は、また夢を見ているのか、それとも本当のことなのか、さっぱりわけがわからなくなりました。おしまい。補足。本作は SF 小説、幻想小説、探偵小説など幅広く活躍した夢の旧作が書いた童話。虫を助けた場合と助けなかった場合の2つの結末が現実世界に同時に存在する不思議な作品。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。